木村拓哉、ビリーブは、謎不足、アンチヒーロー・ブルー・モーメ,メントも、3強も崩れた4月期ドラマ、全滅気配。4月期ドラマに、全滅気配が漂ってきている。5月16日、木村拓哉51、主演の連続ドラマ、ビリーブくんにかける橋、テレビ朝日系、木曜夜9時から、の第4話が放送された。以下、ビリーブ第4話のネタバレを含みます。ビリーブは、 大手ゼネコン・帝和建設の土木設計部部長、狩山陸、狩山陸・木村、が主人公の、手に汗握るサスペンスと人間ドラマが織りなす壮大な物語。不祥事の泥をかぶって刑務所に収監されていた狩山は、とある理由から真実を明らかにすべく脱獄。第4話で狩山は部下・南雲大樹、一ノ瀬颯二27接触し、 預けていた不正の証拠を受け取ろうとするも南雲の身に悲劇が起きて、という物語が描かれた。ビリ,リーブはテレ朝の開局65周年記念ドラマでもあり、キャストも天海祐希さん、56、小日向文世さん、70、斉藤匠さん、42、二竹内涼馬さん、31、など超豪華。また、坂井正人さん、50の「リバント t b s k 2 3年7月」期のように、 放送まで詳細を明かさない宣伝戦略を取るなど、話題性抜群の作品だった。第1話は、テレビ界が最重要視するコア視聴率、13歳から49歳までの個人視聴率、も悪くはなかったんですが、制作会社関係者以下どう。若い視聴者層の数字であるコア視聴率。シニア層の視聴者が多いテレ朝はコア数字が取りづらい局として知られているが、 ビリーブの第1話はコア2.8%もうすぐで3%という堅調な滑り出しだったが第3話5月9日で2.2%まで落としてしまったんですついに主人公が脱獄したりそれを追い詰めようと動く刑事も本格的に動き出すなど大きく物語が動く回だと予告されていたので多くの視聴者が見るのかもと言われていたのですが明確に伸び悩んでいますね ビリーブの伸び悩み。要因として指摘されているのは、謎不足ですね。木村さん演じる主人公が捕まる悲劇のきっかけになった橋の崩落事件は原因も、それを会社が隠蔽しようとした理由も第一話でほとんど描ききっているし、主人公の目的もはっきりしすぎている。ビバントのような方法で告知していたのに、考察要素や先の読めない展開が少ないんですよね。ビリーブに対しては、 プリズンブレイクみたいな脱走物語半沢直樹みたいな企業ドラマ中途半端でつまらない。展開が予測できちゃって、崩落事故の謎もなんかピンとこない。といった声が、X、旧ツイッターにも寄せられている。